こんにちは、ラットミュージックスクール DTM 科講師の斉藤です。 DTM とはデスクトップミュージックの略称で、パソコンを使って音楽を作ること全般をそう呼びます。パソコンを使った作曲はとても効率がよく、専門的な音楽教育を受けた人でなくてもすぐに始めることができます。これから作曲を始める方は、先生が出すお題のコードにメロディーを乗せる練習から、すでに作曲の経験のある方は DTM ソフトの使い方やアレンジの仕方などからやっていきます。ロックやポップス、ダンスミュージックやインスト音楽など、好きな音楽の作曲にチャレンジしていきましょう。バンド経験者やピアノ経験者でなくても誰でも始めることができます。ぜひ一度体験レッスンにいらしてください。ありがとうございました。